はい、こんにちは、りょうです。本日はですね、フライングゲットしたものがあります。どうなんだっけ、シティハンターの劇場版のね、映画のやつをフライングゲットできました、DVD。そしてね、取りに行ったんですけれども、箱がね、めっちゃでかいっていうね、こんだけでかいっていう。こんだけでかいけど、すげえ軽いっていうね、中が。まあ、初回限定版なんで、多分 T シャツがね、でかいんだと思います。ちょっと開けてみます。しょ、まあ、この映画に関してはですね、あれを、ムビチケをね、買って一回見ました。でね、ちょっと待ってね。それで、あとは、ムビチケを買った後に、なんだっけな、試写会応募したら当たったので、合計ね、2回見に行きました。とりあえず、開けてみます。はい、開けたらこんな感じで入ってました。ポスターもね、ついてるみたいですね。まずポスターの方を見てみますか。はい、ポスターはこんな感じです。はい、いいね、これね、シティハンタープライベート、新宿プライベートアイズのポスターですね。結構いいね。はい、そして、これもついてるんですね。TSUTAYA で買ったんですけども、このカルナビですかね。これも開けてみます。はい、カラナビはね、こんな感じですね。素材的には、鉄と亜鉛合金、アルミ、牛革ですね。ここが牛革になっているのかな。いいね、これね。コルトパイソン357ま、357。で、裏にはこうやってね。はい、書いてあります。この説明書もね、あるんですけども。あとこれ、ね、いい感じだと思います。これもね、まあ、飾れるかと思います。そんじゃ本体、開けてみます。本体はこれ、まだ箱なんですけども、内容は TSUTAYA 限定のね、オリジナル T シャツで、フリーサイズです。で、完全生産限定版 DVD です。はい、こちらも開けていきます。まず、中身、T シャツが入ってみました。はい、こちらをまず開けていきます。半袖ですね。はい、表面はね、こうやって劇場版シティハンター新宿プライベートアイズのロゴがあり、裏にはね、ね、亮と香織と、このミニがいますね。ね、新宿。あ、これ新宿300、1919ですね。なんだっけ、漫画だとどうなんだ、歌舞伎町69の、1919ですよね。まあ意味は、あれですけども。じゃあちょっとね、これに、この上からですけども、着たいと思います。はい、着てみました。はい、こんな感じですね。はい、172のね、自分が着てもこんな感じですね。はい、裏面はこんな感じです。はい、じゃあね、こちら、DVD の方になっています。はい、紙でこういう風に入っています。まあ、ここら辺はね、あれかな、説明みたいな感じですね。説明まず読んでみますか。キャラクターデザインとかね、書き下ろし、ケース、デザイン、
デジジャケットとかね、特典ディスク特製ブックレットとかね、縮小版アフレコ台本、スタッフオーディオコメンタリーとかね、本編とかね、いろいろありますね。神谷明さんスペシャルトークショー、特典お渡し会、抽選申し込み券とか入ってますね。あとは劇場版シティハンターのオリジナルブルゾンが抽選で20名に当たる応募ハガキですね。これ当たるかな？応募ハガキとか。じゃあ開けてみますか。これ確か初回だと神谷明さんのサインが100何枚あるそうなんでね。まあ当たったらいいですけどね。まあ当たらないでしょう。はい。もちろんサインはついておりませんね。まあ難しいですよね。サインとか当たるのは。まあ応募ハガキとか入ってて、いろんな説明があって、これですね。はい。シティハンターのね、映画版ですね。これね、見に行きたいですよね、本当に。面白そうだし、なかなかキャストも合ってるんじゃないかなと思います。で、裏にはね、シティハンター2のね、ブルーレイ DVD ボックスの、チラシが書いてあります。はい、で、こちらがスペシャルブックレット。ね、これ中身見しちゃいけなさそうなのでね。まあ中身は見せないでおしましょう。まあ買ってからのお楽しみってことですね。はい。で、これが縮小版の台本ですね。こういう風になってるんですね。これも面白いですね。いや、いいですね、これね。そして、こちらがね、本編。で、こっちの白い方がボーナスディスクになっております。でね、ケースはこんな感じになってますね。青を基調とした感じですかね。表には量が載っていて、裏目にはね、Python と、このスマホのね、伝言板が書いてありますね。いや、いいですね。はい、これは後でね、ちょっとね、じっくり見てみたいと思います。シティハンターもね、自分は全部漫画とかも小説を持っていて、エンジェルハートもね、持っています。で、DVD もね、このコンプリートボックス、1買いました。で、2もね、今予約してあります。まあ、エンジェルハートのね、DVD は持っていませんが。いや、いいなぁ、これ。ほんとね、劇中のね、歌とか挿入歌とかもね、結構昔、まあ、アニメのね、やつとかも使われてて、結構、まあ、自分にとってはね、世代ではないんですけれどもね、まあ、懐かしい感じに、まあ、なってるとは思います。こんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。それでは、また。